ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、現在 Amazon で開催されている本を聞くだけで最大3000円を獲得することができるキャンペーンをご紹介したいと思います。1円も払うことなく3000円を獲得することができるお得なキャンペーンですので、実際にどういうふうに登録するかなどをご紹介したいと思います。まずは、スマホやタブレットなどを使って、こちらの公式サイトの方にアクセスします。この公式サイトを下の方にスクロールしていくと、最初の1冊は無料、今すぐ聞こうという黄色いボタンがあるかと思います。こちらをタップします。そうすると、Amazon へのログイン画面が出てきますので、現在 Amazon に登録しているメールアドレス、そしてパスワードを入力してサインインしてください。まだ Amazon のアカウントを作られていない方の場合、Amazon アカウントを作成という、この下の方にあるグレーのボタンをタップして、そちらから登録することができます。ログインすると、このような画面が表示されるかと思います。そして次にやらなければいけないことは、この Audible のアプリをインストールします。アプリのインストールは、iPhone の場合はこちらの App Store、そして Android スマホをお使いの方は Google Play からインストールすることができます。アプリストアから Audible を検索してアプリを検索します。そうすると、一番上に Audible というアプリが表示されるかと思います。こちらの入手をタップしてアプリをインストールします。Google Play の場合はインストールをタップするとインストールが始まります。インストールが完了すると、このような Audible のアイコンが画面上に表示されるかと思います。こちらをタップして起動します。最初、アクセス権限の許可を求められますので、特に問題ないので OK をタップします。そして最初の画面で下の方にあるサインインをタップして、もう一度 Amazon に登録しているメールアドレスとパスワードを入力してサインインします。ログインできると、このような画面が表示されるかと思います。こちらから好きな本を選択して聞くことができます。注意点としては、最初の1冊だけ無料になりますが、2冊目以降は有料になりますので、一気にたくさんの本をダウンロードしてしまうと、その分お金がかかってしまいます。何か聞きたい本を選択すると、まずはダウンロードが行われます。ダウンロード完了後に、実際にオーディオブックを聞き始めることができます。今回、自分は自分を操る超集中力というメンタリストでおなじみの DAIGO さんという方の本を選択してみました。もちろん1冊目の本ですので、価格は無料になります。1日5分以上聞けば、今回のキャンペーンの応募が完了になります。1日5分以上聞くだけで最大100ポイント、そしてそれを30日間続けると最大で3000ポイントを獲得することができます。 Amazon のポイントは1ポイントが1円に相当しますので、3000ポイント獲得できるということは、3000円分の買い物が無料になるということを意味します。このキャンペーンは、本来月額1500円かかる会員費が無料になり、なおかつ1冊目の本は無料で聞くことができますので、その最初の1冊の本を1日5分以上聞き続けるだけで、最大3000円分のポイントが獲得できるようになります。つまり、1円も払うことなく3000円をゲットすることができるお得なキャンペーンとなっています。もしまだこのキャンペーンを利用されていない方いましたら、この機会にぜひ利用してみてください。なお、こちらのキャンペーン期間としては、10月24日から12月12日の間に登録する必要があります。そして注意点としては、無料体験を始めてから1ヶ月後には有料会員に自動的に切り替わってしまいます。ですので、有料会員に切り替わる前に登録を解除するのを忘れないようにしてください。登録をきちんと解除しておけば、有料会員に切り替わることがなく、無料のままオーディブルの使用を終了することができます。ということで、今回は現在開催されている Amazon のキャンペーン、本を1日5分聞くだけで最大3000円分のポイントができるキャンペーンをご紹介しました。なお、このキャンペーンページのリンクにつきましては、この動画の概要欄の方に貼っておきます。1円も払うことなく3000円をゲットすることができるお得なキャンペーンとなっています。もしまだこのキャンペーンを利用されていない方いましたら、この機会にぜひ利用してみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。